海の恵みに感謝です。食卓に上がる魚の命に感謝しようと、金沢市中央卸売市場で魚の法要が営まれました。金沢市中央卸売市場では毎年この時期に関係者が集まり、魚への感謝の気持ちを込めて供養を行っています。今日は卸売市場の中にある魚に感謝の日の前で法要が営まれまして、およそ50人の関係者が焼香をして海の恵みに感謝を捧げました。お魚にの命をいただいて、我々人間が生きていけるということで、本当に感謝の気持ちでの法要ということを行っております。金沢市中央卸売市場の昨年度の魚や加工品の取扱量は3万7000トンで、5年前と比較しておよそ1万トン減少しています。協会では今後も魚の消費を呼びかけていきたいとしています。